はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編第27章やっていきたいと思います。まあ今回これで一応27と終章で、まあ、終わりにはなるんですけれども、ちょっと長引くようだったら分けようかなと思ってもおります。まあ、とりあえず状況次第ですね。まあ万全を尽くしていきましょう。飯を食うピエリか、ピエリの料理、肉と牛乳。肉と牛乳って今思ったらどんな組み合わせだよ。怖い、うん、かっこよかったの。さあどんな料理ができる。で失敗しやがった力1、速さ1。まあでもそれでも上がるか。そうだね。なるほど。はい、まあ美味しいは美味しいけど、みんな作れそうな感じの美味しさか。でもまあ全員力1、速さ1になったから、半なりだったので白夜料理好きは魔法防御プラス1と。まあいいか。でもピエリの料理を食って、じゃあ最後温泉にも浸かりますか。温泉でゆっくり休んでから最終決戦に挑みましょう。最後は誰が来る。男かよ、よりによって。男率マジ高いなこれここら辺の下りは一緒だね。ゆっくりできなかったさようなら。よし、じゃあ行きますか。27章、埋もれ狂い果てて。ミカミックスの下で一つとなった白夜と暗夜の勇者たち、長きにわたる戦いの果て、ついに全ての元凶となる悪魔と対峙する。最後の戦いが今始まる。行くぜ。トーマ城崩壊って。おお、こいつかな。トーマはハイドラか。そういえばに顔だな俺こいつがハイドラ。ミカミックス、はい、はいってなんだよ、はいってハイドラ、あなたは多くの人々の命を、人生をもてあそびました。その罪、その命で償ってもらいます。貴様は死刑だ人間をもてあそんでなぜ悪い。人間など自分の都合で我からの体温を忘れる過当な生き物だ。人間の営みなどそもそも竜あってのものだったはず。それなのになぜだ。なぜ我だけが苦しまねばならない。なぜ我だけが死を迎えねばならない。なぜ人間だけが繁栄し我だけが、なぜ。寂しいやつだったんだなこいつ実は。これなんか完全に人造物みてえだな。答えろ人間どもくってなんだよ会話になってねえなこいつら。そんな、宿の神でさえ奴の体には傷一つつけることができないのですか。我に歯向かうというなら、ミカミックスよ、まずは貴様の命を絶ってやろう。そしてその後でゆっくりと体を我のものとしよう。我の血を濃く継ぐお前こそ我の器にふさわしい。そうはさせん。みんなミカミクスを守れ。力ずくでも防いでみせる。俺たちのミカミクスをトーマ流に渡すな邪魔をするなゴミクズども。うわ、波動砲みたいな。食らった。わあたまに会話がおかしくなるよなこれ。みんな、くっ、このままでは全滅してしまいます。力が、もっと力が欲しい。みんなを守ることができる力が、この夜を終わらせる力が。結局力に頼るのか。おお、みんなの神器が光り出した。
お前ぶっ倒れてただろおかしくねえかお前も。何？この光はまさか共鳴しているのか。5人の神器が。そうでした、虹の賢者様がおっしゃっていた。そうでしたって忘れてたのかよ。炎の紋章を完成させるには5つの神器が必要だと。よし、みんな神器を掲げてください。なぜ掲げればいいとわかるんだ。すごい、一気になんか埋まんのかな、この4つの宝石が一気に埋まったよ。徐々に埋まってく感じじゃないんだね。ヤトの神が進化した、変化したか。僕たちの神器の力がヤトの神につながったんだ。立ち向かえ。みんな最後の力を振り絞れ。俺たちもミカミックスに続くぞ。行くぞミカミックス、私たちの力を託す。お前がトーマリュウを倒すんだ。これがヤトの神の真の姿、伝説のファイアーエンブレム。これがあれば戦えます。この刀でハイドラを倒します。さあ行きましょう。みんなこの戦いを終わらせるのです。シューや、攻撃力どんくらいついてんだ。ユニット選択で身支度の方か。攻撃力16か。所持中力、速さ、守備、魔法防御プラス4これが強えな。不可抗力みたいなのが強い。まあとりあえず、出せるやつらはここまでか。サイラスね、グレートナイトにしたんで上級職に上げました。で、ルーナは外して、誰か入れるやついるか。いなそうだな。あれ、ギュンターは普通にいるじゃねえかよお前何なんだよ。トーマ王に体を乗っ取られて全てがなかったことをなかったかのように普通にいるんだけど。まあとりあえず防刃を組む役目としてお前を最後出してやろう。で、ヒノカもとりあえず上級職にはなったんで防刃要員ですね。じゃあこれでドーピングをしていきましょう。基本的に前夜になるやつらだけをドーピングすればいいかな。はい、じゃあまあ最終章なんでね、みんな完全ドーピングでいきます。さっきの崩壊で水地が増えてるわ。早めに塞いだ方が良さそうね。崩壊の影響で流脈の属性も以前とは変化している。何が起こるかわからないけど試してみる価値はあると思うわ。どういうことだ、めっちゃ流脈あるし。敵衝撃波、トーマ竜を倒せばいいのかな。こいつか、ハイドラ、ヒットポイント80、トーマブレス1、2、3、まあ3マスあんのか。動かないな。でもこれはちょっとあれだな、敵が多いからゆっくりと料理してか。回復の床がある、ここに。てかすげえ縦に長いな。これがなんだ。水地を干上がらせ回復床に変える、1マス分か。でもちょっとまず防刃を組めるやつを組んでいきましょう。誰と誰を組ませるかだよな。このグレートナイトとりあえず主人公と組ませよう。力2、防御4。なんか微妙だけど、まあいいか。で、あとこいつらがどこまで来るかだよな。ほい、で、こいつらだ。飛んでるやつがな、基本的にめっちゃ来るからな。龍馬どうすっかな。後陣かけて一気に叩き潰すっていうのも一つ手なんですけどね。フェリシアはね、実はこいつ桜だった。フェリシアはこの大祭りとリザーブが使えるんで、桜はね大祭りリザーブが装備できないんですよ。今これ見ればわかるんですけど、杖が B までしか伸びないんで、ちょっとね回復役としてはここ一番の時に活躍できないっていう欠点があることが分かったんで、サイラスとカミラを組ませようかな。
防御と力が上がるからな。基本的にこれは防御と力か。椿、ハゲだ、ハゲ。ハゲがね、全体的に上がるんで、ハゲどこ行ったあいつ。ハゲいなくね？ハゲ出してない？もしや。嘘。ちょっと待って。あれ、ハゲ出てなかった。あ、いた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 、ハゲ。ここだ。そう、ハゲ結構全体的にね、力、技、速さ、守備が上がるんで、やっぱこれだな。右と左で分かれるか。そうすると主人公ちょっと左に持ってこう。てかいけねえしこれ左に。マジか。ってことはやっぱり防御の硬いやつでしんがりを務めるしかないな。ちょっと先頭に入るまでだいぶ長い。フェリシアはちょっとな、最終的にやっぱり回復薬としてマークス。よし、こいつを組ますよ。で、こいつここら辺で止める。火の顔を誰と組ませるかだよな。火の顔をモズメあたりと組ませるか。技、速さ、幸運か。アシュラだな、じゃあ。ちょっと一旦下に逃げましょう。で、主人公をここに置いて、ちょっとカミラ、やっぱり狙われるとまずいよな。いけねえし、これ、ここまでしか。いつし見つかっとこう。おうおうおう、マジか。フェリシア、マジか、これ。じゃあ、こいつ、ここに置くしかないな。頑張ってもらおう。さくら、ちょっと一旦じゃあ、レオンと組ましておくか。ガード役。で、ここ。こいつは、これで OK。 よし、こんな感じかな。あ、やばいやばい、痛い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 よ。いきなりフェリシアがピンチだ。痛い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 。敵もだいぶ強いな。もうくる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 。ちょっとこれはいいかな。誰も死んでないよね。おお、フェリシアがマジやばい。下の回復まで回復まで逃げよう。秋祭り、秋祭りは使わなくていいか。この大祭りがね、周囲の味方全員を回復させるって、これすっげえいいの持ってるんで。ちょっと待機で、飛んでたとしてもここには来れないんだよね、やっぱり。そうするとあれだな、グレートナイトとこいつらで頑張ってもらおう。アシュラをちょっと一旦下げよう。で、こいつも下げて。うわ、すっげえ、もう詰まりに詰まりに詰まりまくってる。ミカミックスマークス、これでいいかな。ちょっと匠どうだろうな。こいつも下げとこう。椿も結構危険だからな。カミラもちょっと危険な匂いがするんで、完全にここで防御しよう。さあ来い。よし、ナイス、ノーダメージ、めちゃ硬いな。3、よしよし、ナイス。もうこの2人に無双してもらうしかない。今61なかったヒットポイント、めっちゃ高えな。魔法防御が1上がっただけだ。よしよし、だいぶ硬い。うお、12、結構食らう。オーケーオーケー、
こいつら自由に食らう。回復薬を派遣しよう。やっぱ離れてるところから回復しないと、射程にだとね、こう弓とかで狙われるんで死ぬ恐れがあるんですよね。てかさ、これもう進軍してっていいんじゃねえか。ちょっとずつこいつらを片付けたらちょっと進軍するか。まずフェリシアの杖で秋祭り5回しか使えないけど、おお、回復量がそんなに多くないんだ。で、あとさくら、どこにいんだ、さくら交代しよう。で、リブローだな、使っちゃおう。で、こいつをぶっ倒す。おい、味方の戦闘がオフになってた。ジターン、これはちょっと長引きそうだな。やっぱり前半後編で分けるか。ただ永遠とこのあ、なんだ、無双シーンを見せられるっていう。うわー、こいつら左と右から飛んできやがった。そうね、弓でね片付けられると思うんだよね。お大臣、うわー、もったいなかったな。匠で攻撃すればよかったか。こいつを始末する。ほい、どうってことないね。よしよし。で、あとはそうだな、前進するかも。とりあえずカメラで攻撃をして、サポート。ほい、痛かったかしら。で、マークスを前線に出そう。大丈夫だな。ちょっとこいつらの射程も一応見とくか。すっげえ射程あんな。で、こいつはあんまり動けないはず。一体ずつ倒していく方向でいくか。こいつ正当の手裏剣に装備してたんだ。やべえな。最近常人になったばっかりだからな。まあ、ヒットポイント減ってるけど、一回ガードができるから、まあ、なんとかなるでしょう。龍馬もちょっと前線に持ってこう。で、こいつも回復として持っていかないといけないから。あと左右から突然敵が出てこないことを祈って。いきなり敵出てくるかな。マックス、やっぱ2回攻撃はできないな。おわ、主人公も2回攻撃はできるけど、ちょっと弱い。よし、フェリシアがだいぶ元に戻った。匠、これは本物の匠か。この2人はもう、ぶっ倒せるとして、アドベンチャーだから弓持ってんのか。かわいそうに。あとはまたこいつで倒すか。一応聖堂の手裏剣もプラス3か。34も当たるなんでだもはや意味がわからんだ。で、ジェネラルか。ジェネラルの攻撃力とソーサラーの魔法力だからな。こいつを前線に出すか。で、リブロ4つか。最終戦に取っときたいからな。ちょっとこんな感じでいくか。ほい、さあ来い。うわ、16だ。めっちゃ食らった。次食らった、死ぬぞこれ。いやー、フェリシアよりサクラの方が多分魔力が高いから、まさか16も食らうとは。回復、
アシュラあたりでぶん殴るか。気をつけほい。死ぬのは攻撃は弱そうだ。あ、マックスになっちゃった。力35ってことはこのジェネラルか。いや魔法防御だけやつ誰だっけ。27か。ちょっとここでなんとかするか。こんなもんかな。ほい、きたー、ガード。いやーこのガードがやっぱめっちゃ役立つな。あいつ来ねえな。ってことはここを龍脈にして、カニラちょっとここから攻撃するか。大丈夫、トマホーク。でかくねこの斧。トマホークとか。これでここを陣取ってればとりあえずはしのげるかな。いっていっていって、マジいてえよこれ。来た来たけどガードできる。よし、ナイスタイミングだ。 OKOK。 あいつなー普通に殺しに行けねえからな。火の粉は何もしないけどさ、相手にならねえな。銀の槍か、そうか、だからか結構食らうのは。マックスを置いて、俺がついている。手加減はしない。あでもなんか意外に楽だった気がするな。楽しませよ。圧倒的ピンチにはなってない。桜あたりを向かわせるか。魔法防御30、こいつは魔法防御32。こいつでいけるでしょ。魔法には魔法だな。力押しみたいな感じになってるけど、よし。あと右上にも魔法キャラがいるな。いけいけいけ。あれでもさ、ここなんかめっちゃあれじゃん。普通の床で、あ大丈夫か。こいつをぶっ倒さないといけないから、やっぱレオン連れていくか。でフェリシアのマッキーを一回使おう。で最後トーマリュウは一気になだれ込みたいから、後陣をかけたいからな。ちょっと下ろすか、食らわないところにハゲを。マークスもちょっと下ろそう。で主人公もちょっと下ろす。カメラもともと一人だし。そういや今さ気づいたけど、こいつら動かしてなかった。すっかり忘れてた。一応動かしていこう。いやでもこれ次のターンで決まるんじゃないか。とりあえずこっちぶっ倒して、まあ増援が出てきたとしても龍馬ここに置くだろう。 20×2 でしょ。40当たるってことじゃん。てかなんでこれになってんだ。わ結構死にそうになんな。80ってメーターすげえな。我は忘れられし神、裏切られし王、埋もれし竜。だからなんだ。ほら全然効いてなさそうな。こーかったー。手応えを全く感じない。主人公でいくつ当たるんだ。これ八頭の神にした方が良さそうだな。倒せる。終わりだ。ハイドラ、おりゃ何も喋ってこねえし。
せっかく主人公で行ったのに。うわ、攻撃力は強えな。諦めません。そのひび割れた顔を完全に砕いて見せる。こりゃあ、竜ってこれ後ろに体が続いてんのか。人間目がまたしてもあれよ。あんまり経験値くんないな。よし、とりあえず一旦クリアして、そうっすね、分けましょうかね。次の最終章の表題が出るところで一旦終わりにしましょう。人間ごときにこの我が足りぬ、血が足りぬ。このままではかくなる上はガロン。まだいたのか、ガロン出てきた。父上、どうしてここに。ハイドラの器になるようにとギュンターを吊り橋から谷底に落としたが、ギュンターの肉体には器を全うできるほどの価値はなかったようだ。さあハイドラよ、ならばこのガロンを器に、わしの肉体に乗り移り共に世界を滑ようではないか。図に乗るな。なんだこいつ、結局どっちなんだよ。食われるぞ。食われた。こいついたんだ。こんなことって。そんな、父上、バカな、父上までも失うのか。ガロンを食ったところでどうなんだ。お前に授けた我の血、しっかりと返してもらったぞ。あ、そういうことね。所詮は人間、虫けら、竜の相手にはならぬ。我の力に、これまた出たこの感じ。調べとこうと思ったけど結局調べなかったな。惨めに死ぬがいい。で、一回どうせまた主人公死ぬのかな。おお、真の姿が現れる。目がいっぱいだ。ああ、ここはあれか、城か。いや、これさあ、こんなのどうやって戦うんだよ。無理でしょ、普通に。勝ち目はない。世界は終わったな。これさ、神殿よりでけえじゃん、だってこれ。主人公たちどんくらいの大きさなのよ、だって。お、ブラックホールクラスター。いやいや、無理無理無理、絶対勝てないよこれ。どんな竜だよ、しかも。このブラックホールは何なの。わあ、島が、島ごと吸い込まれていく。人間の世界が終わったな、今日。こいつさ、こんだけ力あるんだったらさ、最初からガロン取り込んでさ、あ、始まった。終章ハイドラ。というところで、じゃあ一旦終わりにしたいと思います。